ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ魔理沙。よく歴史ドラマで女同士の争いが描かれてるけど、あれって本当にあったの？ちゃんとあったぜ。もちろん、脚色されてる部分もあるけどな。へえ、あんなことがリアルに起こってたなんて、にわかには信じられないわ。そうだな。再現のない欲望は、それだけ人を変えてしまうってことだろうな。欲望を過剰に追い求めてる人って、顔つきもどことなく普通と違う感じするしね。そうだな。今回はそんな剣謀渦巻く世界を生き抜いた二人の皇后、女皇后と剣剣妃と夫の永楽帝について解説していくぜ。それでは早速、ゆっくりしていってね。ということで、まずは二人の皇后の夫である永楽帝について話していくぜ。永楽帝って名前くらいなら聞いたことあるけど、いつの時代の皇帝だったかしら？永楽帝は、明の第三代皇帝だな。明の最盛期の頃の皇帝として、よく知られているぜ。明って確かかなり大きかったわよね。地図で見ると、これくらいの大きさだな。現在の中国と比べて大きく違うだろ？ええ。今の中国よりも、北と南に大きく領土が広がってるわね。その通りだ。そして、明の領土を南北に大きく広げたのが、他でもない永楽帝なんだぜ。永楽帝は、積極的な領土拡張によって、明の最大版図を実現したんだぜ。さすが最盛期の頃の皇帝ね。領土も最大を誇ったのね。ああ。北は後の満州にあたるヤオトン、西は現在のチベット、南は現在のベトナムまで、超広範囲を明の影響下に置いたんだぜ。すごいわね。まさに中華帝国って感じね。それから、永楽帝は朝貢貿易も拡大させたぜ。永楽帝は、明の初代皇帝洪武帝の時に復活した朝貢貿易をさらに活発にしたんだ。逆に、明になるまでって朝貢貿易してなかったの？地味に意外なんだけど。前の王朝の領、金、元は全部北方民族による征服王朝だから朝貢という概念がなかったんだぜ。それが、漢民族の手によって明が建てられたことで、また朝貢という概念が復活したんだ。なるほどね。そういう経緯があったのね。ああ。そして、明の朝貢には日本も応じたんだぜ。そういえばそんなのあったわね。室町幕府の第三代将軍足利義満が始めたやつだな。漢皇貿易って言った方がわかりやすいかもな。ああ。それなら私でも知ってるわ。札がちゃんと合えば、公式な貿易船だねってやつでしょ？そうそう。当時の日本も、しれっと明の朝貢貿易の一部に組み込まれていたんだぜ。日本も大きな歴史の流れの中にしっかりと組み込まれていたのね。そうだな。そして、永楽帝がすごいのはここからだ。永楽帝は、この朝貢貿易の範囲を東アジアだけでなく、アフリカにまで拡大させるんだ。あ、アフリカ？なんか急にグローバルな話になってきたわね。永楽帝は、帝和という宦官が率いる艦隊を様々な地域に派遣させたんだ。その範囲は、南シナ海はもちろん、インド洋、アラビア海にまで及んだんだぜ。地図で見ると、その広大な範囲がよくわかるな。普通に現在の貿易範囲に引けを取らないわね。当時のヨーロッパでもこんなことしてなかったんじゃない？帝和がインドのカリカットに到達したのは、バスコダガマの90年以上前だぜ。90年以上？ってことは、当時のヨーロッパと明には技術に1世紀近い差があったってこと？単純な計算だとそうなるな。ヨーロッパよりも中国の方がインドに近いことを考えても、これは驚異的なことだ。当時の中国は、間違いなく世界最高の海洋国家だったと言えるだろうな。いや、永楽帝の時代の中国、強すぎでしょ。この帝和の遠征もあって、最終的には30国以上が明に朝貢するようになったと言われてるぜ。そりゃあそうなるわよね。誰だってこんな国に逆らいたくないもの。永楽帝の時代は、明だけでなく中国史全体でも、最盛期と言えるかもしれないな。いやー、聞けば聞くほど永楽帝ってすごいわね。永楽の名前に恥じない繁栄っぷりだわ。このチャンネルで取り上げるにしては、まるで闇の要素がない名君ね。確かにここまでの話だと、永楽帝は常世の春を現出させた偉大な皇帝に見えるだろうな。だが、彼は名君であると同時に暴君でもあったんだ。あの永楽帝が？全然そんな風に見えないわよ。じゃあ、霊夢は永楽帝がどうやって皇帝になったと思う？随分唐突ね。前の代の皇帝から世襲したとかじゃないの？大不正解だ。永楽帝は、二代目の皇帝に反旗を翻して帝位を奪い取ったんだぜ。どういうこと？永楽帝は、当時皇帝だった建文帝の周囲の関心を打つという名目で挙兵したんだ。だから、この乱は難を休んずるという意味で西南の駅と呼ばれているんだぜ。永楽帝と建文帝は叔父と甥の関係にあったから、親族同士の争いだったわけだな。
永楽帝って、前の皇帝から奪い取る形で皇帝になってたのね。そうだぜ。当初は数の上でも建文帝が圧倒的で、永楽帝は完全に押され気味だったんだが、永楽帝側はなんとかその不利を覆して、この戦いで勝利を収めたんだぜ。最終的には、当時の明の首都だった南京が陥落して、敗れた建文帝は行方不明になったんだ。その後、永楽帝は首都を南京から北京に移したことで、明の中心地が変わっていくんだぜ。まさか永楽帝が皇帝になった裏にそんな出来事があったなんて思いもよらなかったわ。永楽帝は南京陥落と同年に皇帝になるんだが、そこから彼はその本性を表すぜ。建文帝には方向寿という儒学者がいたんだが、彼は永楽帝の怒りを買ってひどい死を遂げたんだ。何があったっていうのよ。方向寿は、紙に、縁族、意を奪うと書いたんだぜ。縁族っていうのは、当時縁の王だった永楽帝を指した言葉だ。要するに、方向寿は縁の族が帝位を奪ったと紙に書いたってことだな。それって永楽帝を逆賊扱いしたってことでしょ？実際その通りだけど、これは処刑確定演出ね。お察しの通り、永楽帝は方向寿の口に刀を押し込んでえぐったんだぜ。グロ。それだけにとどまらず、永楽帝は方向寿に連なる一族老頭873人を殺害したんだ。その上で、方向寿を南京城の周報門外に引き出して処刑したんだ。明君とはほど遠いわね。逆賊なのは事実なんだし、完全に逆切れじゃない。永楽帝の横暴はこんなもんじゃ収まらないぜ。なんと、皇帝に即位した永楽帝は、自身を第二代皇帝と名乗ったんだぜ。第二代皇帝？永楽帝って第三代目の皇帝じゃなかったかしら？その通りだ。永楽帝は建文帝の存在を歴史から抹消し、建文の年号も抹消したんだ。日本で言えば、先代の天皇の存在が抹消され、元号もなかったことにされるようなものだな。とんでもない仕打ちね。それだけ自身の正当性を示したかったってことだろうな。建文帝の名誉は、真の建隆帝の時代になるまで回復されることがなかったんだぜ。ってことは、明だった間はずっと皇帝と認められてなかったってこと？そうなるな。明の時代、このことは触れちゃいけないタブーのようなものだったのかもな。永楽帝って功績がすごすぎて、性格はあまり触れられないけど、すごい苛烈な人物だったのね。そうだぜ。これから紹介する二人の皇后も、永楽帝の横暴ぶりに巻き込まれた一員だったんだぜ。ってことで、まずは永楽帝の一人目の妃、徐皇后について話していくぜ。この徐皇后は明の建国に多大な貢献をした徐達という名称の娘として知られているぜ。いいとこの娘さんだったのね。徐皇后は幼い頃から読書を好んだ才女で、学者とまで呼ばれる才覚を持っていたんだ。その話を聞いた初代皇帝で父の朱元璋が息子の永楽帝に彼女を嫁がせたんだぜ。徐皇后の容姿は微妙だったらしいが、父に飛んでいて、二人は7人の子供を産むんだ。今のところただの幸せな夫婦ね。実際、夫婦仲は良かったとされているが、西南の疫が起こったことで状況が変わるぜ。徐皇后は、建文帝側についた弟の徐基礎と敵対することになるんだ。家族なのに、敵対することになっちゃったのね。ああ。この時代ならよくあることだぜ。この戦争中、徐皇后はわずかな手勢しかいない中、北京を大軍に攻められたりもしたんだが、徐皇后は、兵たちの妻を集めて、自身も鎧を身にまとって戦ったと言われているんだ。頭も良くて、勇敢だなんてすごいできた人ね。ああ。それから、季節が真冬だったことを利用して、水を流して敵が登れないように凍らせたりもしたそうだぜ。その結果、敵軍を5日間足止めして、永楽帝の援軍が来るまでの時間を稼いだんだ。学者的な頭の良さを想像してたけど、戦略的な方にも頭が回る人だったのね。徐皇后の頭がとても柔軟だったことがよくわかる話だよな。それで、最終的には永楽帝の軍が敵軍を追い払うことに成功したんだが、徐皇后は、その後の戦後の対応もまさにピカイチなんだ。彼女は自身が負傷しているのにもかかわらず、他の負傷者の治療を優先したんだぜ。アフターフォローも完璧ってわけね。本当に言うことなしな人ね。そうだな。その頭脳もあって、西南の駅で敵対した徐皇后の弟の除名も聞き入れられているぜ。永楽帝の暴君要素を抑え込むなんてすごいわね。まあ、それ以上にあまりある多大な功績が彼女にはあるからな。その後、夫の永楽帝が皇帝に即位すると、彼女が皇后の地位に収まったんだ。知識もあるし、弾力もあるし、まさに人の上に立つにふさわしい女性ね。そうだな。永楽帝も徐皇后を皇后に封じる際、彼女のこれまでの功績を素直に称賛してるぜ。徐皇后の働きがなかったら、永楽帝は皇帝どころか逆賊扱いで処刑だものね。感謝してもしきれないくらいの恩が彼女にはあるはずだわ。そうだな。
そして、その明晰な頭脳は彼女が皇后になってからも遺憾なく発揮されたぜ。女皇后は皇后になってから、永楽帝に積極的に政治についての助言をしていたんだ。政治の話もいけちゃうのね。これはすごいわ。女皇后は永楽帝に、政治はなるべく寛大で質素にして、民が安心できるようにと説いたんだぜ。あくまで民衆ファーストを貫いたってわけね。でも、言うだけなら今の政治家でもできるわよ。ちゃんと有言実行したんでしょうね。もちろんだ。彼女は、農民を救うための給品院を設立したりしているぜ。ちゃんと実際の施策として反映させていたのね。ああ。彼女の助言もあって、永楽帝は農民へのフォローを手厚く行ったことで、西南の駅からの復興も早まったと言われているな。女皇后様様ね。持つべきものは剣才だわ。それから、家臣を永楽帝と建文帝のいずれに仕えていたかで差別せずに、平等に扱って昇進させるように進言したりもしたぜ。それは偉すぎ。永楽帝派とか建文帝派みたいな派閥争いも起こらなくて済むわね。さらに、女皇后はとても慎み深い性格で、自身の一族である外戚を一切重要しなかったんだぜ。外戚って、よく中国史で名前を聞くわよね。大体権力を持って好き勝手やってる印象だわ。そうだな。それまでの中国の歴代王朝では、外戚が国をめちゃくちゃにしたりしたんだが、明では、外戚が暴れることが全くなかったんだ。女皇后をきっかけとして、明の高級の女性たちは一族に力を持たせないようにしたんだぜ。へえ。女皇后イズムが明の高級に浸透した結果、外戚の横暴が抑えられたのね。女皇后の慎み深い性格は文化や服装にも現れているぜ。派手な装飾を好まず、質素を是としたことで、高級では質素な文化が育まれたんだ。徳川吉宗的な感じね。服装も、普段着と公式行事用に服を分けたりしたんだぜ。私服と仕事着ってことね。今じゃ当たり前だけど、この時代からしたらすごい先進的よね。そうだな。皇后は豪華絢爛で当たり前って感じだろうからな。その他にも、彼女は文化事業にも熱心で様々な資料を残してもいるぜ。個人の格言、全校を編纂した内訓や高校合成訓、完全といったものを、作成したと言われているぜ。女学者の面目役女ね。彼女は46歳で死亡するんだが、永楽帝は彼女のために盛大な葬儀を行ったそうだぜ。まさに良妻賢母って感じの人だったわね。続いて見ていくのは、賢賢妃だ。賢賢妃は女皇后の死後に高級の式をするようになったんだが、彼女の出身は実は明じゃない。賢賢妃の出身は、李氏朝鮮で、明に献上されることで高級入りした人物なんだ。いわゆる婚女ってやつだな。明出身じゃなくて、朝鮮出身だったのね。そこから皇后になるなんてすごい珍しいわよね。そうだな。他にいるとしたら、元の貴皇后くらいじゃないか。この賢賢妃は、非常に容姿が端麗と言われていて、永楽帝から深い寵愛を受けていたそうだぜ。この人も女皇后と同じようにできた人って感じね。ああ。だが、彼女が急死したことで状況が一気に変わるぜ。賢賢妃は、永楽帝と共に北元への遠征の帰りに、突然死亡するんだぜ。一体何があったの？それが、その死因がはっきりしていなかったから、永楽帝はその死を不審に思っていたんだ。そんな中、賢賢妃の旅館と同じく朝鮮出身の妃である吉の旅館が、賢賢妃を殺したのは、吉であるという話題で口論になったんだ。吉が自身と同じ婚女である賢賢妃を、逆恨みで毒殺したのではないかと疑われたんだぜ。なんかサスペンスドラマみたいな展開ね。それを受けて、吉は拷問にかけられるんだが、彼女はこのことを自白するんだぜ。じゃあ、賢賢妃が死んだのは、別の妃による陰謀だったってこと？そうなるな。このことを知った永楽帝は、旅館を数千人以上処刑したと言われているんだ。毎度のことだけど、どうしてそんなに多くの人を巻き添えにするのかしらね。これは明の記録からは完全に消えていたところを、朝鮮の文書によって明るみになった事件だ。賢賢妃の兄が朝鮮に帰った時の証言で、この事件が発覚したと言われているぜ。賢賢妃の兄が告発したのね。自分の妹の死因が分かったのに話すなんて、やっぱりよほど残酷なことが行われていたのでしょうね。というか、記録から完全に抹消されていたって、いくらなんでも闇深すぎないかしら？そうだな。この事件もたまたま賢賢妃の兄の証言で明るみになっただけだからな。おそらく、歴史の闇に葬られた事件とか出来事はまだたくさんあるだろうな。確かに、事件の被害者が泣き寝入りするなんてこと現代でもあるわよね。この時代なら、知ってる人間を全員殺すなんてこと造作もないだろうしな。そう考えると、どこか空恐ろしいものがあるわね。それから、永楽帝の時代にもみ消されそうになった事件は実はもう一つあるぜ。まだ何かあるの？
ああ、それが漁業の乱と呼ばれる事件だぜ。どんな内容なの？ことの発端は、救助の魚師と吉が、宦官と密通してたことがバレるところから始まるぜ。当時、密通は不文律みたいなものだったんだが、二人は拷問を恐れて自殺してしまうんだ。まあ、献献非の例があるものね。気持ちはわからなくないかも。で、永楽帝はこの二人だけに飽き足らず、疑わしい宦官や女官は漏れなく処刑したんだ。うわぁ、紛れもない暴君じゃない。処刑された数は2800人にも上り、その一人一人の処刑を永楽帝自ら立ち会ったというぜ。ちなみに、この事件も朝鮮の記述によって発覚した事件だぜ。中国側の記述では、漁業の乱のことは一切記されていないんだ。なんというか、徐光号が亡くなってからの永楽帝の変貌ぶりがすごいわね。そうだな。やっぱりそれだけ永楽帝にとって、彼女の存在は大きかったということだろうな。さて、今回は永楽帝と二人の皇后について解説したぜ。どうだった？ぱっと見名君だった永楽帝の闇が垣間見えてすごい興味深かったわ。永楽帝には、暴君的な一面があったことがよくわかったと思うぜ。というわけで今回の動画はここまでだ。最後まで見てくれてありがとう。今回の永楽帝と二人の皇后の話はいかがでしたか？感想などあればコメントをお願いします。そして動画に興味を持ってもらえたら、高評価とチャンネル登録もよろしくな。